見届けなさいよね。くそ、あの女はどこに逃げたんだ。女一人に何を手間取っている。逃げ出した我らラステーション軍は笑い者だぞ。しかし少女とは思えないほどの俊敏さで、とてもだとしても奴とも限界はある。そろそろ体力も限界だろう。もっとよく探すのだ。残りの予備兵力も全て投入しろ。何としても捕らえるんだ。了解。これはね、どこまで追いかけてくるつもりや。いった。ああ、もうこの服気に入ってたのに破けちゃったじゃない。はあ、なんでこんなことになったのかしら。やっと次の町に着いたわね。ユニ、大丈夫？うん、私は大丈夫だよ。でも、前の町から結構遠かったね。そうね。早く教会に戻って今の状況を把握しないといけないのに、移動に時間がかかるのは歯がゆいわね。だね。けど、どうしてこんなに視野が下がったんだろう。わからないわ。前に立ち寄った町じゃ、なぜか誰も私たち女神のことを覚えていないみたいだったし、本当ならすぐにでも飛んで教会に戻りたいんだけど、なぜか視野が少ないせいで短時間しか女神化できないんじゃたまったものじゃないのよ。が、愚痴ってても仕方ないわ。ユニと合流できただけでも運が良かったと思わないとね。さて、せっかくだしこの町で少し情報収集をしていかない？情報収集は基本だもんね。あ、分かってるじゃない。何度もお姉ちゃんに教えてもらったからね。ねえお姉ちゃん、あのお店なんてどうかな。人もたくさんいるし、ちょうどいいんじゃない。そうね、行ってみましょうか。こんにちは、ちょっといいかしら。なんだあんた、見慣れない顔だけど何者だ。通りすがりの女神じゃなかった。私たち観光でこの町に来たばかりなの。観光客ね。こんな辺境の町に珍しいな。うん、確かにこの町は特に観光名所や特産品がないことで有名な町だったのをすっかり忘れていたわ。お姉ちゃん、仕方ないでしょ。私だってちょっと焦ってたんだから。怪しいな。怪しくないわよ。ほら見ての通り、姉妹水入らずの旅行なのよ。ねえ、ユニ。うん、お姉ちゃん。なんで、二人とも声が引きつってるんだ。そういえば、お前らの顔どこかで見覚えがあるぞ。確か、え、それってまさか。そうだ、思い出した。最近この国を騒がせている秘密結社の構成員だな。はい。おい、どういうことだ。この子たちが例の秘密結社の一員なのか。そっちの小さい子は知らないが、こっちの大きい方は間違いねえ。今朝の朝刊にチラシと一緒に挟まれてた。指名手配書と全く同じ人相だ。ちょっと、私たちが指名手配ってどういうことなの。何かの誤解じゃないの。誤解なわけないだろ。その黒髪のツインテールに漆黒のドレス、間違いねえ。間違いなくこいつはラステーション転覆を企んでいる秘密結社アフィマックスのノーアールだ。はい。じゃあこっちの小さい子は、おそらくどこかからさらわれてきたんだ。だから安心してくれ、おじゃじゃ。今は俺たちが助けてやるからな。ちょっと待ちなさいよ。なんで女神である私が自分の国を転覆させなきゃいけないのよ。すでにラステーションの支配者を気取ってもらう。しかもこの国の神と来た。おい、何を騒いでいる。お、ちょうどいいところに指名手配のノアルが現れたんだ。しかも女の子を誘拐してやがる。なんだと。確かにこの人相はあの極悪非道の殺戮士ノアルだ。
ため、ラステーションのため、この場で捕まえてやる。もう何がどうなってるのよ。もうユニ、逃げるわよ。でも、私たちは何も悪いことしてないのに。それにこんな奴ら、私が返り討ちに。ダメよ。たとえ私たちのことを忘れていても、彼らはラステーションの住人なの。傷つけるなんて絶対にダメ。おとなしくしてもらおうか。そしてまずはその子を解放するんだ。分かったわ。ユニ、向こうに行きなさい。姉ちゃん、どうして？あの人たちの話を聞く限り、指名手配されているのは私一人なら、ここは一度別れましょう。あなたまで危険な目に遭う必要はないわ。けど、それじゃ姉ちゃんが。私は大丈夫よ。あなたとは年季が違うんだから、逃げ切ってみせるわ。でも、それにこれは保険でもあるの。おそらく私はラステーション全部に指名手配されてるわ。もし私が捕まったら、頼れるのはあなたしかいないの。お願い、分かって。いい子ね。気をつけるのよ。くそ、逃げられた。おい、オンだ。絶対逃がすな。大丈夫だよ、お嬢ちゃん。どうやらよほど怖い思いをしていたらしい。けど安心してくれ。ラステーションが誇る兵士たちがきっとノワールを捕まえてくれるさ。お姉ちゃん、私ってやっぱり足手まといなのか。無事だといいんだけど。このことだし、大丈夫よね。さて、私も早いとこ追っ手を巻かないと。この私に傷をつけられる相手がいるなら見てみたいわ。逃げられたかしら。心配してもしょうがないことだけど、やっぱり気になるわね。おい、そっちはいたか。いや、こっちにはいない。まさかもうここを抜けられたんじゃ。まずいわね。ひとまず隠れてやり過ごさないと。やはりいないな。たかが少女がこの包囲網ができる前にここを抜けたとは考えられんのだが。おい、二人ともこれを見てくれ。なんと、この布切れは。ペロッコ、これはあの女の服じゃないか。こんなもの、どこで見つけたんだ。え、今のでわかったの。お前、これをどこで見つけたんだ。ここに来る途中で見つけました。まさか、何していたとは。だが、お前のおかげで奴がここを通った。全兵士に通達して、この街道を中心に捜索に当たる。いいな。了解。まずったわね。まさかあんな布切れ一枚でバレるなんて。けど、だからといって後には引けないわ。
メガネとして何としても教会に行くんだから。声がしなかったか。そうか、何も聞こえなかったと思うが、確認だけしてみる。こっちに来る。さすがに戦闘は避けられないかもしれないわ。覚悟を決めるしかなさそうね。やあ、ほらちょっと今出て行ったら。なんだ。やあ、おいおい、お前が聞いた声ってもしかしてこれじゃないのか。みたいだな。まったく紛らわしいことしやがって。シュシュ、あっち行け。なあ、向こうを探してみるぞ。そこまで遠くには行ってないはずだからな。行ったみたいね。助かった。にゃあ、あなたのおかげで戦わずに済んだわ。ありがとう。さてっと、彼らが燃え尽きにここを抜けないと。私はもう行くけど、あなたも一緒に行く？なあ！あ、なら一緒に行きましょう。来るな！
に襲われてるの？何なのあのモンスター。この私が見たことないなんて。くそ、こんなのどうすれば。今なら彼らの邪魔が入ることなくここを抜けられる。誰か助けて。ママ、ノワール、なぜここに。そんなことどうだっていいでしょ。いいから早く逃げなさいよ。死にたいの。なぜだ。どうして俺たちを助けるんだ。俺たちはお前を捕まえようと。そんなの関係ないわよ。目の前に困ってる人がいて見捨てられるわけないじゃない。ではユーマ、お前の疑いは晴れたわけではないからな。ここから先には行かせないわ。あなたの相手は私よ。私とやり合おう。これくらいなんてことないわ。それよりも早くここを抜けちゃいましょう。さっきの兵士たちがいつ戻ってくるかわからないしね。Hit